武田塾高田の参考書だけで合格点を取る方法。今回は2017年法政大学理工学部の化学の勉強方法について話していきたいと思います。法政大学理工学部の化学、試験時間は75分間で、配点は150点満点の試験になります。大問は全部で4題出題されています。でどのような大問が出題されているかというと、大問1が理論化学の問題、大問2が無機化学の問題、大問3も理論化学、大問4が有機化学からの出題になります。で2017年の2月11日の日程、14日の日程を見てみると、理論化学2台、無機1台、有機1台というような形で半分ぐらいが理論化学からの出題になっていました。なので、理論化学は特に、重点的に、勉強しておいてもらえたらいいかと思います。で問題の内容を見ても、典型的なよく聞かれる、硫酸の工業的製法や、熱化学方程式、そういったところの問題が出題されていました。なので、問題集の問題をまず一通り、正確に解けるようにするっていう対策がかなり生きてくる、入試の傾向になっています。武田塾ではどのように対策していくかというと、まずリードライトノートでしっかり、科学の基礎的な計算やある程度の問題を解けるようにしてもらって、最終的にはそのマーチレベルの、科学基礎問題成功の方を、仕上げていってもらうという形になります。科学基礎問題成功に関しては、問題が叩くと答えられるだけでなく、回答解説の、重要なポイントまでしっかり押さえた上で応用できるようにしていくというところが目標になっていきます。計算問題集も別途やっておくと法政大学の対策になってくるかと思います。過去問をやるときも、75分間の中でこの4題をスムーズに処理していくってところも、なかなか大変なところになってきますので、そういった練習もしておくようにしてください。今回は以上です。